初代カリスフォート伯爵、ジョン・ジョーシュア・プロビーは、アイルランド王国出身の貴族、政治家、ホイック等所属。初代カリスフォート伯爵と、妹エリザベス。1866年出版、原作1765年。初代カリスフォート男爵ジョン・プロビーとエリザベス・アレンを、指示、その報奨として、1789年8月14日に、 第2代グランドア伯爵、ジョン・クロスビーと共同でアイルランド大法官府裁判所記録長官に任命され、8月20日にアイルランド貴族であるカリスフォート伯爵に除された。同年9月26日にはアイルランドツ密院の数密顧問官に任命された。1770年代よりグレートブリテン庶民への進出を目指しており、1774年、 イギリス総選挙では、ハンティンドンシャー選挙区からの出馬を、1780年、イギリス総選挙では、ケンブリッジ大学選挙区からの出馬を検討したが、いずれも、当選の見込みが薄く、最終的には出馬しなかった。そして、1790年2月に、バッキンガム公爵の尽力により、イーストルー選挙区の補欠選挙で当選したが、 わずか数ヶ月後の6月に1790年、イギリス総選挙が行われた。1790年の総選挙では再び、ハンティンドンシャー選挙区からの出馬を検討したが、これは、第5代サンドウィッチ伯爵ジョン・モンタギューとの争いを意味し、サンドウィッチ伯爵の友人ヘンリー・セッシルはちょうど離婚のために再選を目指さないことになり、カリス・ポート伯爵が、ハンティンドンシャー選挙区で、 サンドウィッチ伯爵と争わない代償として、スタンフォード選挙区の議席を譲った。1791年4月に、ウィリアム・ウィルバー・フォースが提出した、奴隷貿易廃止動議に賛成、同4月に、スコットランドにおける審査法廃止に反対した。1793年2月18日、ノーサンプトン・シャー副党官の一人に任命された。 1798年アイルランド反乱の時期には、アイルランドに滞在し、同年8月に合同への支持を表明した。その報奨として、グレートブリテン貴族院での議席を求め、アイルランド総督の初代コーンウォリス公爵、チャールズ・コーンウォリスもそれを許諾した。その後、カリスフォート伯爵は1800年4月に、アイルランド王国とグレートブリテン王国の合同に、 賛成する演説をして、1801年1月21日に、連合王国貴族であるハンティンドンシャーにおける、ハンドレッドオブ・ノーマン・クロスのカリス・フォート男爵に除された。1779年2月4日に、王立教会フェローに選出され、1804年5月17日に、ロンドン高校教会フェローに選出された。1800年5月24日に、 在プロイセンイギリス特命全健康使に任命され、以降1802年10月まで務めた後、帰国して11月27日に連合王国貴族院に初登院した。1805年1月に第二次ショーピット内閣の外交政策を攻撃した。その後、初代グレンビル男爵、ウィリアム・グレンビル率いる巨国人材内閣が成立すると、 1806年2月12日に連合を国す密院の数密顧問官に任命され2月20日に郵政長官に6月18日に商務長委員に7月16日にインド長委員に任命されたが翌年に第二次ポートランド公爵内閣が成立すると郵政長官、商務長委員、インド長委員を辞任した1810年7月3日に オックスフォード大学により DCL の名誉学位を授与され、1811年7月1日にケンブリッジ大学により LLD の名誉学位を授与された。1819年11月23日の貴族院における演説を最後に、政界から引退した。1828年4月7日にメイフェアのアッパーグロブナーストリートで死去、息子ジョンが借位を継承した。 1774年3月19日、エリザベス・オズボーンと結婚、3男2女を設けた。1787年4月12日、エリザベス・グレンビルと再婚、1男3女を設けた。ありがとうございます。